2023-24 Wリーグカップグループステージ第3節、大宮対ベレーザの一戦です。まず前半3分、大宮のシーン、上辻のシュートでした。ただゴールキーパー野田のナイスセーブがありました。前目のポジションで今季からプレーしている上辻がファーストシュートでした。次は9分、ベレーザのシーン、藤野の右足、村松からのロングフィート、藤野が右足でした。大宮12分です。上辻、最後は船木里奈のシュート、ここは野田がセーブです。20分です。ベレーザ、菅野から藤野、中央、首を振りながらドリブル、ゆっくり持ち上がって右に持ち出して右足のシュート、スタンボー花のセーブ。今日は両チームのゴールキーパーのナイスセーブがありました。0対0で後半へ折り返します。52分、大宮のシーンです。ここ林、縦につないで井上が抜け出します。ドリブル、自分で打っていきました。右足のゴール、井上彩香、今季3ゴール目、大宮が先制です。井上が抜け出し、素晴らしい抜け出しから右足振っていきました。大宮が先制に成功しました。62分、ベレーザです。ここ村松のヘッド、山本が競って、最後土方のゴールでした。土方は今季初ゴールです。土方を収めて右隅へ流し込みました。これでベレーザが同点に追いつきました。68分です。スローインから山本のシュートは惜しくもクロスバー。79分です。山本、最後は藤野、左足ポストでした。藤野が左足で狙っていきましたが惜しくもポストでした。83分です。藤野から、最後は山本が倒れ込みながら打っていきました。大宮対ベレーザのゲーム、1対1、引き分けで終了しました。